お待たせいたしました。ただいまから株式会社リアルスタイル代表鍵谷の記者会見を始めさせていただきます。それでは鍵谷社長お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社リアルスタイル代表の鍵谷です。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。えー、先般より SNS の方でいろいろとまあ情報が出ておりますが、その件に関しまして今回は 皆様に記者会見としてお集まりいただきました何かご質問がございましたらお受けいたしますがいかがでしょうか今回どうして記者会見をすることになったのでしょうか あはいえー、本日、えー、皆様にお集まりいただきましたのは、まあ、先般より、えー、SNS のほ、えー、まで、あ、いろんなあ情報が出ておりますが、えーまああのーまあ、その件につきましては、あの4月1日にまた、えー、正式に発表させていただければと考えておりますその重大発表とはどのようなことなんでしょうか。 ええー、ちょっとまあ現時点ではまだお伝えすることはできないんですけれども、ええー、まあ4月1日に改めてご報告できればと考えております。ビリジェンドプロテインについての発表でしょうかええー、その件に関しては、ちょっとすいません、差し控えさせていただきます。 何かこう深刻な状況が発生しているとお伺いしましたが、そのことについてでしょうか。あいえ、そのことに関しては、またあの、それもすみませんあの、えー、差し控えさせていただきます、すいません。4月1日といえば、エイプリルフールですが、何か関係があるのでしょうか。ああのそちらを いや、いや、でも、これ。いや、あ,あの、ええー、はい、あの、そうですね。あの、エブリルフルなんですけれども、まあ、そちらは、あのー、ええー、いや、もうこれ、言わないと話にならないから、ちょっともう、もう、ちょっとちゃんと話させてもらった方がいい。いや、ダメです。いや、ダメですいや、いや、いや、でも、いや、せっかく今日記者会見でこれ集まっていただいてるのに、 いや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 、ダメだって、やっぱりこう、いや、じゃ違うよ。いや、そうじゃなくて、いや、違うよ。やっぱりこう、いや、真面目にちゃんとした話をするわけなんだから、こう、ちゃんと分かってもらうためにはね、